ファミリーレド、ソファミリーレド、レミレド、レミソファミリーレド、レミレド、ファソファミ。
こんばんは、DD 猫ちゃんです。にゃりん。今夜も DD キティ TV の時間でした。今回はね、オープニングなしで、まあ、エンディングとオープニングがちゃんこですけれども、バイエル、子供のバイエル。先週の課題は一応先生クリアしていただきまして、また新しい4曲を今週1週間かけてやってましたけれども、ずーっと難しいですよね。ずーっと、もう最初からずーっと難しい、難しい、難しい、難しいっていうような状況で今やってます。だいぶね、指も動くようになってきたのかな。今の段階で、まあ、練習曲ばっかりなんですけれども、相性がいい曲と相性が悪い曲っていうのもあって、今週はどちらかっていうとスーッとなんかできた方なんでしょうか。またね、先生に OK もらえれば先に進めるでしょうし、ダメならまた同じ曲の繰り返しの練習となりますね。まだ楽しさがちょっと見えてこないですよね。ポップスかなんかね、流行りの曲でもね、弾ければちょっと楽しくなってくると思うんですけど、今はね、ちょっと我慢してね、それどころじゃなくてですね、練習時間をちょっと捻出するにあたって、新しい曲を弾いてる時間は正直なくてですね、まあ与えられた曲を日々練習しているような状況です。ピアノの方もね、始めた頃に比べれば全然上達してると思いますので、まあ、このまま続けていきたいなというところでしょうか。まあ、今夜はこんなところにしておきましょうか。まあ、いつものようにね、チャンネル登録とグッドボタン、歯磨き忘れないでください。家も見てください。頑張ります。